みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹塚でございます。目指せ、出す初心者ということで、今回は僕が3つほど課題フレーズを皆様に出させていただきます。で、その3つの課題フレーズにチャレンジして、うまくできたら、まあ、僕の中では、まあ、初心者の域は出しているかななんていう、そういう趣旨の動画でございます。まあ、それぞれの3つのフレーズは、初心者の方が陥りがちな、犯しやすいミスを含んだフレーズになっておりますので、頑張ってチャレンジをしてみてくださいませ。なんかこう、友達との話の中で、ギターやってるんだなんていうと、どんくらい弾けるのなんて言われて、少なからず困ったことがあると思います。もし、この3つのフレーズにチャレンジして、うまくできたら、どんくらいできるのなんて言われたときに、YouTube でなんかこうギターレッスンとかやってる、あのギター講師 の, あの竹澤ってやつにお墨付きもらってるぜっていうふうに言っても別に大丈夫です。そんな感じで、ちょっと難しいところもあるかもしれませんが、頑張ってチャレンジをしてみてくださいませ。それでは、まず1つ目のフレーズからチャレンジをしてみましょう。1つ目のフレーズはパワーコードでございます。パワーコードとミュートについて、早速ギターを持っていただいてチャレンジをしてみましょうか。まず、人差し指で6弦の3フレットを押さえます。で、5弦の5フレットを小指、もしくは薬指で押さえます。小指のほうがおすすめです。で、この状態で、まあ、ブンとパワーコードを弾きます。弾いたことがあると思います。でも、右手のピッキングは2本だけ弾くんじゃなくて、全部の弦を弾いてほしいんです。全部の弦。で、全部の弦を弾いたときに、こんな感じで、6弦、5弦の音だけを出すと。6弦の、6弦、5弦の音だけが出る状況を作るということです。ちょっと細かいことは後にして、ちょっと続きに行ってみましょう。まず、これを4回弾きます。そしたら2フレットを上げて、また4回。で、その次は弦が変わります。人差し指が5弦の3フレット、小指が4弦の5フレット、もしくは薬指で押さえるというフォームで4回。で、またさらに2フレットを上げて4回。常に2本ずつとかじゃなくて、全部の弦をピッキングしながら鳴らしていきます。で、このときに開放弦の音が出ちゃったりとか、違うところ、関係ないところを押さえたりとかしないように気をつけてやってみてくださいませ。これがうまくできたら、とりあえず第1フレーズは OK という感じです。うまくできているかどうか自信がないぜという方は、一緒に確認をしてみましょう。画面のズバババババーンと、ちょっといつもと違う角度からお手元もお見せしながらやっていくので、頑張って練習していきましょう。まず最初に、6弦の3フレットを人差し指で押さえるわけなんですが、押さえる前にちょっと軽く触れて練習をしてみましょうか。人差し指をちょっとまっすぐにして、押さえずに、弦をぐっと押さえずに、弦に軽く触れた状態でピッキングをしてみます。そうすると、こんな感じの音が鳴るはずです。ちょっと位置によって音が違うんですけれども、こういう音とか、ちょっとこうハーモニクスがキラキラキラーンと入った音。この状態がまず第1関門。って感じです。第1ステップ。人差し指がアーチ状になっちゃったりとかして、こんな感じで開放弦の音が出てしまったりとか、もしくは根元のところが3フレットを押さえてしまって、こんな感じで高い音が出たりしないように気をつけてください。これがまず第1ステップです。で、その次の第2ステップとしては、人差し指をまっすぐな状態を作れたら、先っぽの方で6弦の3フレットを押さえます。本当にちょっとです。で、この状態で全部の弦を弾くと、6弦の音は出るけれども、他の弦は出ない。こんな状況が作れると思います。人差し指をまっすぐな状態にして、まず出ない、第1ステップ。で、先っぽの方だけをちょっと曲げて、6弦を押さえて、6弦だけが出る状態を作ると。で、この状態ができたら、小指を添えて、パワーコードの完成という感じです。もしくは薬指でも OK です。もし小指でやっている方は、小指に関しても同じような感じでお腹でミュートをしていきましょう。小指の先っぽが5弦の5フレットを押さえたら、この1、2、3、4弦に関しては、このミュートをすると。そして人差し指と小指の
このダブルブロックにより、1弦から4弦の音は完璧にミュートされる。という感じです。途中で人差し指がまたこうアーチ状に曲がってきてしまって、太鼓の音が鳴っちゃったりとか、根元のところが押さえちゃって、関係ない音を出してしまったり、こういうふうにならないように気をつけてくださいませ。こんな感じです。で、この形をキープしたまま2フレットをずらして、また4回弾いていきます。ずらしているときに形が崩れないように気をつけてください。そのままずらすわけです。で、その続き、弦が変わって5弦、4弦のパワーコードに行きます。人差し指で5弦の3フレットを押さえて、お腹の方はミュート。で、小指、もしくは薬指で4弦の5フレットを押さえて、小指を使っている方は1、2、3弦もミュートという感じです。で、こう弦が変わると何が違うかといいますと、6弦のミュートをしなければいけないということですよね。さっきの弦だったらね、この人差し指のから上の弦はないから、別に上のことは気にしなくてもいいんですけれども、5弦の方にずれるということは、6弦を使わないということなので、6弦のミュートをしっかり行わなければいけないということなわけです。ここでもまた人差し指が大活躍です。やってみましょう。人差し指は5弦の3フレットを押さえます。で、お腹のところで1、2、3、4弦はミュート。こんな感じですね。で、さらにこの人差し指の先っぽの方で6弦を軽く触れて、6弦もミュートします。こんな感じです。なので、人差し指だけで全部の弦を弾いても、5弦の音しか出ないという状況が作れるはずなんです。ちょっと難しいんですけれども、頑張ってチャレンジをしてみてください。で、これができたら、小指、もしくは薬指を添えて、パワーコードの完成という感じです。もし余裕があれば、この余っている中指で6弦のミュートを手伝ってあげると、なお完璧です。で、全部の弦を弾いて、5弦と4弦の音しか出ない状況を作るという感じです。で、また4回弾いたら、そのまま2個ずらして4回。こんな感じです。最後にちょっとゆっくりやってみます。まずこの形を作って、4回。で、弦変わって4回。2フレットずれて4回。のパワーコードです。普通にパワーコードというのは押さえるだけだったらすごい簡単なんですけれども、ミュート、いらない音、余計な音を抑える、このミュートを含めるとすごいこう難しく感じるかと思うんですけれども、これができたら、まあ、初心者の域は出しているかなと思います。これからそのパワーコードを使うときは、全部の弦をこのガシガシと。ピッキングしながらやっていくと、勢いがある、いい。演奏ができるかなと思いますので、頑張って習得をしてみてくださいませ。とりあえず、3つのフレーズの1個目はここで終わりです。余裕があれば、2つ目の方もぜひチャレンジをしてみてください。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。